お願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。お待たせいたしました。はい、ということでちょっと遅れてのスタートになりましたけれども、はい、今夜も月に一度の放送、はい、伝説のね、伝説の幻なんで、はい、いきたいと思います。いということでタイトルコールから参りますよ。はい、行きましょう。アイノスのおしゃらくして We Go スタートいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、はい、まあ、幻の放送ですけれども、ま、幻の放送ですね、はい、2015年も最後になりました。はい、最後でした。はい、ログインできない。はい、はい、ということでですね、はい、まあ、私たちもこちら自分たちの携帯で放送を見てますので、うん、ぜひコメントとかね、いろいろ話しかけていただければと、はい、あ、こんばんは、お姉ちゃん。お姉ちゃんも来てくれてます ね、 くれてますね。こんばんはって言ってくれてます。はい、うん、ごま出てきた。あ、できた。ごま出てきた。ごま出てきたって何の話？歯からごま出てきた。怖い。何の話してんの？今ね。さっき ね、 もうね、お腹減りすぎてね、もうイライラしすぎてもう無理と思ってね。なんかね、やけ食い一人でしてきたらしいの。うどん食べたんだ。うどんでしょ？じゃごま出てきた歯から。怖いよ。何の話だよ。美味しいごま。ごまほら。ごま美味しい。もう。早いよ、ごま反応してくれてるからね。ごまうまごま、ごまうまいって出てきたやつを知らないのやめてくれる。怖いから出てこない。怖いごま、はい、これ横にごまの話はいいんですよ。ごまの話はいいね。これあ、横に画面横に、はい、ということでですね、なんだかんだで、はい、おしゃらくももう10回以上やってまいりましたけど、うん、1年以上経ったってことですね。そういうこと。だって12月の放送、去年、うん、振り返り放送しましたもん。振り返り放送した。しました。覚えてます。っていうことは今日も振り返り放送なの？今日はですね、クリスマス放送です。そっか。だから見てトナカイ色着てるんだ。ああ、そういうことね。あ、俺もトナカイ色だよ。トナカイ色。あれトナカイ色じゃなかった。昨日さ、あれなんですよ。生放送をね、別の番組の中に。そうなんだよ。イレンジャーにしてたんだね。行ってて、うん、そしたらみんなサンタクロースで現れてて。ああ。私昨日黒着てたんですけど、うん、黒にこのハットかぶってたんですけど、やべ、クリスマス感ゼロだと思って。違ったよね。そしたらあの優しい女の子が私にトナカイの角をくれたんだ。あ、角だったんだ。あのサンタ帽を今日かぶってた方が良かったのかな。しまった、間違えた。なんかなんかいろいろ間違えたよね。忘れてた。いや、もういいでしょ。クリスマスなんてただの平日だ。そうだそうだ。いや、それ本当そうだよね。クリスマス、いつからでしょうね、クリスマスを、なんだろうな、平日としてあれするようになったのって。クリスマス大人になったからですよね、きっと。やっぱり別にね、クリスマスだからってクリスマスっていうだけのことじゃないですか。でもね、私パーティーしますって。何パーティーしました。パーティーしましたよ。どこで何パーティーをするの？クリスマスパーティーしました。どういうことでね、クリスマスパーティー行ったらやっぱりみんなサンタのコスプレしてたんですけどね、うん、まあ、私完全にやっぱり普通の格好して行っちゃってすごいかわいそうにって言われて、こうあのサンタクロースみたいなのを渡されるパターンの人なのね。かけられたから、あの馬の被り物があったんで、馬の被り物をかぶって、馬の被り物違う気がする。サンタクロースのこういうケープみたいなのかぶっていました。トナカイの角がなかったらただの馬だから、ね、そう、ちょっといいかなと。りょうさんかわいそうって同情しないで、俺言うから同情しないで。なんかあのアプリがちょっとなんか新しくなったみたいで。そうなんですか。読みやすくなった、いろいろ。そうです ね、 ね、あれも見やすいし、コメントもめっちゃ見やすい。なんかいいね、いいね、さすがですね。ショール、そうですよ、クリスマスですけど、クリスマスのご予定は。クリスマスっていうか、今日はクリスマスじゃないんだよね。そうですよ。明日なんだよね。明日イブでしょ。明日がイブなんだ。明後日、明日木曜日、金曜日か、はい、平日だよね、普通の。そうです。明日のご予定は。明日はどうしよう。いや、なんだろう。明日どうします。何をしてたらいいんだろう。なんかないの。私明日あれですよ、人のクリスマスライブの人のクリスマスライブの、あの裏方です。おう生徒ちゃんが明日ちょっとクリスマスライブ。あ、そうなんだ。裏方です、同伴です。いやないっすね。こうなんかそこを外していくじゃない、なんかいろんなイベントごとって。そうですか。外していかない、なんかその日程に合わせることあんまりなくない。
私でも以前ディズニーシーはいはいはいクリスマス、ドンピシャのクリスマスに行ったことがあって、うん、めっちゃ空いてましたよ。っていうか入れたの？どういうことそれ？入りました。普通に入りました。入れるもんなの？はい、入りました。じゃあ俺ね、昔ね、多分ね10年以上前の話なんだけど、うん、何にも知らなくて、ディズニーランドに行こうって言われて行ったの、うん、はい、そしたらクリスマスはなんか予約とかなんかじゃないと入れないっつって追い出された。いやいやいや、え、あ、予約してないです、予約してないです。普通に入りました。なんか全然入れなかった。で、そういう噂があって、うん、ずっと避けてたんですけど、うん、行ってみっかっつって行ったら入れました。入れちゃったの？入れるもんなの？入れたし、めっちゃ空いてました。みんなそういうの知らないの？空いてたの？めっちゃ空いてました。そういう時に行かないんだよ、みんな。そう、あえてね、行かないんだと思う。でも行ったら予約の人しか、その抽選で当たった人しか入れないって言って。だからあれじゃないですか、それでやってみたものの、うんうん、そんな言うてもいなかったっていうパターンとかですか？パターンだったんだね。それでやめたのか？めっちゃ遅く行きましたもん、だって。あ、そう、空いてたっていうのはすごい。なんかね、休日、しかも、じゃあ平日だ、平日の、普通のチケットって、まあ朝から行けるけど、うん、午後に行ったんですよね。4時、夕方4時ぐらい、超中途半端な時間だったんで、うん、アフターシックスでもなく、うん、その早い時間でもなくみたいな、うん、夕方4時ぐらいに行ったんですよ。行ったのに？空いてました。空いてたの？夜の時間で？余裕でした。24とか25とかそういう日にち？そうです。でもね、私基本的にディズニーランドってトラウマしかないんで。どういうことなの？言いましたっけ、ハニーハントで喧嘩して置いてかれた事件。プーさんのとこでしょ？そうですよ。ハニーハントで喧嘩して置いてかれたの？そうです。置いてかれるって何？いや、当時ね、学生のね、初々しかった私は栃木県の田舎から、はいはいはい、大好きな人と出てきたわけですよ。はいはいはい。ディズニーランドに行くんだと。行くんだと。じゃあっつって、うん、初でディズニーランド。そうですよ、家族以外は初ですよ。いいですね、初々しい。浮きですよ、小さい頃のディズニー行った記憶とかもうないですから。なるほどね。で、ちっちゃい頃行った、でもすごいちっちゃい頃なんで覚えてなくて、うん、いたんですよ。そしたら、ハニーハントにですね、できたんですよ、ハニーハントがね。その時できたばっかの時で。あったね、そういう時。で、もう他の乗り物はいいから、とりあえずハニーハントに乗りたかったんですよ、私は。うん、ハニーハントに行くためぐらいに行ってる感覚ぐらいな。まあでも、なんか目的なんだよね、大体行きたい子っていうのはね。これでもう意地でも並ぶみたいな。蜂蜜食べるおっさんのクマに会わないとどうするんだと思って。おっさんなんだっけ？おっさんみたいな声してますね。そう、なんか可愛いですよね。中におじさんが入ってるっていうのはあれだよね、違うよね。違いますね。あれ、プーさんじゃなくて。夢壊さないで、これバンされるからもうダメだ、これ言っちゃダメ。でもなんかサンリオのさ、クマさんみたいな、はい、知らない？プーさんみたいな、プーさんじゃなくて、うん、リラックマ、はい、あれはおじさんが入ってるっていう体のお話なの。あ、そうなんですか。プーさんはそうなんだ。分かんないです。でも声がおっさんみたいな可愛いなと思ってて、うん、ほんで行ったんですけど、うん、できたばっかりでファストパスがなかったんですよ。うん、そういう時代じゃないよね、きっとね。ファストパスとかないよね。ファストパス、しかもめっちゃ混んでたんですよ。3時間もちゃったのかな。いや、多分そうだと思うよ。もうそんなもんじゃなかったと思う。そう、でもハニーハントに乗りたいんですよ、私は、うん、どうしても。だから並ぶんですけど、蜂蜜の香りがしてくるとかね。そう、そういうのを味わいたいと思って並んだんですけど。頑張って並んだんだ。並んだんですけど、うん、待てないって言われて、うん、言われたんだ。帰るって言われて、うん、帰るのと思って、で、そこで、いや、ハニーハントに乗ろうって言って、栃木からの何時間もかけて来たじゃないですかって思ったんですけど。栃木から来たんだ。そうですよ、ハニーハントのために。それすごいね。ちゃんと事前情報入れてね、うん、で、いいねなんて言ってたのに待てなかったんでしょうね、3時間。土地区から来たのに待てないって言われたの？待てないって言われて、すげえ。帰るって言って帰っちゃったの。ちなみにその乗り物1個目ね、乗り物1個目、それ1個目で1個目で帰ったの？そう、帰って。ちょっと待って、おかしくない？それでもすっごい何 かあったんじゃないの？うん、帰る、いや、何にもないです、並んでたんですよ、うん、そしたら3時間ってなって、3時間に並ぶって言った私の根性もちょっとイラッとしたんじゃないですか、うん、で、他に何にもなかったの？ないです、会話とか、そういうなんか流れとかで帰っちゃったとかじゃなくて、でもう無理、やめないみたいな、いや、やめないよっていう感じになって帰りますってなって、で、
私もそこでね、そんなことあんの、行かないでとか言える上司ならよかったんですけど、あ帰れ帰れっつって、すげえ、私は絶対にハニーハントに乗って帰るからねって言って、それどうなったんですか、一人で並んでやりました、ハニーハントに、本当に、はい、一人で乗ってきたの、乗りました、しかもね、ハニーハントって知ってます、乗ったことあります、こっち向きとこっち向きで、こう、なんていうの、こっち向きとこっち向きで、どうだったかな、あの3人掛けみたいなの、3人掛けみたいなセットなんですよ、うん、この背中合わせになって、へで、だから6人ぐらい乗れるんですよね、へで、まあさすがにね、ここに同伴させなかったんですけど、うん、こっち一人ですよね、知らない人に、したら後ろがまあ楽しそうな家族なわけ、はい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 、ちっちゃい子供とさ、うん、でそのなんかすごい楽しそうな雰囲気の中、キャッ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 とか言ってる中、もう一人でキャッキャッキャッしながら、キャッキャしてたね、キャッキャッキャッ、一応いつでも楽しんでると思って、あそう、で、ね、それだけ乗って帰りました、あっという間に終わっちゃうんだよね、でそれあっという間に終わって帰りました、帰ったの、自分も帰ったの、帰りました、もうダメだと思って、ちょっと待って、本当にその人帰っちゃったの、帰りましたね、あのなんかどっかで待ってたとかじゃないの、うん、すごくないですか、私自分ですごいなと思った、そんなことあるの、いや、あの待てない人はいるのは知ってる、はい、結構そういうので、はい、喧嘩になっちゃうとかは聞いたことある、聞いたことあるじゃないですか、あるある、喧嘩とか あの前に変えられるっていう経験を私もしてるので何も怖くありませんっていうね、そうですか、まあでも一種の喧嘩だよね、まあ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 、じゃあそうじゃないですかね、でも帰るってすごいよね、いやすごいですよね、そんなことあるんだ、いや多分ね、ここにもね、そういうことを経験してる人がいるんじゃないかと思う、待てますでしょ、でも堀田さん絶対待てるでしょ、俺ね、待つの楽しむタイプ、そう、あのね、でもね、待つのっていうか一人だったら嫌なの、待つの、1時間くらいだったらまあいいけど、2時間、3時間待ってたとかよく言うじゃん、一人でさ、はい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 、あれが嫌なんだけど、でも今はさ、待てるところがあるからいいじゃん、あまあね、どっかカフェとかね、どこどこにいるよとかね、そう、夜中でも、うんうんうん、マックにいるんだからマック待ってるよとかね、できますからね、できるからいいけど、待ってるよとか、まあ、誰かがいればね、一緒に話しながら時間が過ぎてくるのはいいんだけど、何にもない、ただ何にも本当に一人で何時間も経ってるのは無理、あでもね、それはそうだと思います、でもそのだから、私その帰って帰られた日も、うん、反省というか、その後、その話をしたら、うん、それよく言うよねみたいな、うん、同じ反応です、あるある、あるね、そう、でも待つのを楽しめないとダメだよ的なニュアンスを言われたから、そうかと思って、私反省したわけですよ、うん、で、その次に、行った時ね、完全に友達、女の子4人ぐらいで行ったんですけど、トランプ持ってったんですよ、これは帰られたら怖いと思って、あ待ってる間にトランプしようと思ってトランプ持ってました、なるほどね、いやあのね、最近はね、みんな待つ方法っていろいろ工夫してると思うんですよ ね、 すよね、なんかゲーム持ってって、でもね、子供とかもやってますもん、そう、こうなんていうの、対戦みたいな、モンハンとかやってる人たちもきっといるんだよね、しかもその中のエリアで知らない人と対戦したりとかするんですよね、マジで超楽しそう、だからそれは楽しそうだね、そういうのはちょっとあれは絶対楽しいなと思いました、めっちゃやりたい、そういうの、でもそういうのなかったからさ、多分そういうのをしながら工夫してるんだと思うんだけど、でも会話だよね、本当は会話ね、会話で時間が経っていくっていう、そうそうそう、それが超楽しいのにと思って、それが楽しいんだね、きっとね、本当は、そうですよ、じゃなきゃいけないよね、会話が楽しくなかったのかな、何なの一体、そういうことになっちゃうの、そう、会話、まあでも確かにちょっと何話していいかみたいな感じとかあったんですよ、あでもある、ちょっと緊張しちゃってね、確かに、初々しい頃のまだ何もこうない、裏も何もない、そうなの、何も分かっていない状態、そう、でもだからこそじゃないと思って、だからこそ言わせんかねって思ったんですよ、ね、そうだね、男の人が悪いかもしれないね、それは、帰っちゃった、帰っちゃった、いや、まあ、だからね、クリスマスのが、ね、思い出じゃないですけど、まあ、そんなようなこともあったなって思い出しました、ディズニーランドといえばそういう思い出がトラウマがあるというのがね、なんかありますか、クリスマスの、クリスマスの思い出、散々だと思い出、散々、でもクリスマスっていうのはあんまりイベントごとがないので、例えば女の子といても、うん、付き合っててもあんまりそういうのがなかった気がする、
なんだろうね、なんか毎年クリスマスの出来事で何かって言われると何もないんだよね。じゃあクリスマス外して何かすごい失敗デートとかないですか？いや俺ね、ほんとね、いつも思うんだけど、女の子のおかげで成り立ってるんですよ、僕って。全部ね、リードしてもらっちゃうんですよ。自分でできないから、多分ね、そういうのがダメな人は、僕のことダメなんですよ。だから、あそこ行きたい、ここ行きたいって言って、ついていくみたいな。でも、もうそれが楽しいの。でも、それ楽しんでちゃダメじゃん、本当は、きっと。自分が楽しませてあげなきゃいけないのに、楽しませてもらっちゃってるんだよね、俺いつも。いや、でも楽しませてもらってると思ってくれるんだったらいいんじゃないですか。いや、だからなんかさ、こう、こう美味しいお店も知らないっていう話したでしょ、前。こう、食事もあんま知らないし、場所とかもあんま知らないし、何から何までそんな自分外のいろんなこうところを調べたりとかもできないし、わかんない、調べ方もわかんないし、うん、でもディズニーランドは帰らないんでしょ？帰んないね。じゃあいいんじゃない？ディズニーランド結構ね、好きなのよ。じゃあいいんじゃないですかね。あのね、何が好きかって、ディズニーランドにいるカモが好きなの。カモさん。あ、わかる。カモちゃんが歩いてるじゃない。歩いてる。水のところ泳いでたりとかしてるカモちゃんが好きなんですよ、僕。わかるわかる。あれを探して見つけて見てるのが好きなんです。わかりますわかります。であとね、乗り物はなるべく並ばなくてもいいところを探し歩いて順番に乗っていくのが好き。わかるわかる。それで結局そんなのなくなっちゃったらもう意地でも並んで絶対乗るみたいな。でそれもリードされてるからね、俺。あ、なるほどね。結構こうこうこうでこうなんだよと。そう、こっちから乗るのがいいんだよとか知ってる人すごい詳しいですからね。詳しいじゃない。回り方知ってる人めっちゃ詳しいですからね。で、3時間だろうが2時間だろうがここに並ぶっていう意思を示してもらったことに対して僕はそれに乗っかる。はい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 。だから、並ぶって自分で聞かないで、うん、並ぼうって言われて並ぶみたいな、うん、だからちょっとダメだよね。どうしたらいいの？それわかんないですけど、どうしたらいいかと聞かれてもわかんないですけど、そういう感じなんですよ、もう基本的に。まあでもそうなっちゃうんじゃないですか。そうなっちゃうの？だってそういうタイプだからそうなっちゃうじゃないですか。そういうタイプな。だからダメだよね。そういうのはもうみゆみゆさんとかに嫌われちゃうでしょ。そんな男だったんだってなるでしょ。私でもあれですね、最後の2、3とか嘘ですよ、絞るけど最後は決められないタイプなんで。あ、でもね、そうなの。決めてもらっていいですかねっていうタイプです。大体そうなの。なんだかんだ結局最後どうしようってなるんですよね。なるなる。なって結局そこでちょっと揉めちゃったりとかしちゃったりなんかして、そこ楽しく揉められなくなっちゃったりすることもあるっていう。ああ、どうしたのかな。ネズミランドは開業2年目に修学旅行で行った。すごい、ね、すごい、めっちゃいいですね。修学旅行なんてすごい混んでる時じゃないけど、2年目って何、いつの話なの。すごいですね。あれもう、どんくらい経ってんだろう、30年くらい経ってんのかな。この前なんかネズミちゃんランドの、うん、と同い年の成人式がどうたらこうたらってニュースを最近見た気がする。20年、いやもっとだな。もっと経ってますね。もっとだな。30年は経ってんじゃないかな。25周年っていうのはなんか聞いたことがある気がする。あるかもしれない。それはあるかもしれないですね。でもすごいよね、本当に。俺初めて行ったのはちっちゃい頃行ってんでしょ。行ったみたいですね。写真も残ってました。俺ね、ちっちゃい頃も行ったことがなくて、上京してから初めて行ったの。で、本当になんかそういうところあんまり好きじゃなかったんだけど、初めて行った時に本当に夢の国だと思ったもんね。あ、でもそれはそうですね、完璧ですよね。本当にここが夢の国だったんだって思った。それはね、わかる。でもそれ今でも思いますよ。今でも思う。もう行ったら、で、私たちほら、ライブしたんですよね。そうそうそう、ディズニーランドでライブしたことある。で、だから、その時も、まあ、詳しくは言ったら私たち、ちょっとバンされちゃうんで、あんまり言えないですけど、本当に完璧だと思いました。そうだよね。何から何まで徹底してるなっていうイメージでしたね。すごい。
そう完璧だったよね、何から何まで、うん、本当に完璧でした。感動して俺泣いたもん、うん、入った時に。素晴らしいですよね、その仕組みに、仕組みにね、国一個の国が、うん、あれはすごかったですね。でも今までも思うのすごいね。思います思います、本当に素晴らしいなと思います。今はちょっとね、だって嫌な気持ちにならないですね。まあ確かに一つも。それはすごい。でその感じがある頃から、うん、お客さんとかどうしても、なんか例えばさ、うん、例えばですよ、うん、まあ、渋谷、ここ渋谷ね、うん、渋谷の街ですごい、うわ混んでて、スクラップル交差点で肩がガーンってあったら、なんでかみたいないっぱいいるじゃないですか、その急いでる感じで、都会を急いでる感じの、はいはいはい、そういうのないですよね。中にはそういう人はいないよね。いないですね。そういう心がなくなってしまうんだ。なんかそういう人の方が、いや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 ってなっちゃうような、なっちゃうようなところで感じです。どんだけやっぱり待っても、だからそれで喧嘩になったりも、喧嘩っていうかね、帰られたりはしたけど、私も帰られたけど、でも、お、まあ、待って、この野郎みたいなのなかったですね、やっぱり。いや、ないよね。普通にその後、ハプーさん、ハプーさん、ハプーさんってなって帰りましたもん、やっぱり。そっかそっか。うん、で、まあ、電車に乗って、なんだろうな。泣きながら帰ったんですよ。電車に乗った瞬間に、あ、そうだった、私今ディズニーランドいただったっていう現実に戻った時が悲しくなりましたけど、ものすごい切ない。やっぱあそこ出るまではあ、ミッキー、うわーみたいな、結構一人でも楽しんで帰りましたもんね。あ、にゃんにゃん、あ、にゃんにゃん、にゃんにゃんです。あのにゃんにゃん、どのにゃんにゃん、私にゃんにゃんいっぱいいるから知ってる。にゃんにゃんじゃない、にゃんにゃん、あ、覚えてたっていうふうに聞いているっていうことは、あのにゃんにゃん、そうですね。あのにゃんにゃんさん、こんにちは。いや、切ないですよ。いや、切ないね、あったんだね。ありましたね。まあでも、うん、まあそういうなんかこうイベント時の切ない思い出は、うん、心に残っちゃいますよね。思い出に残っちゃいますよね。誕生日とかないんですか？今までで最悪だった誕生日って何ですか？私たちすごくない？明日クリスマスイブなのに、うん、最悪だった思い出の話してるんですよ。どんだけ、そうだね、どんだけ、ま、あのこうなんか最高だった思い出とかじゃないんですか？あえてね。でも ね、そういうもんなんで、クリスマスに流行ってる歌っていうのが切ない歌ばっかりなの。うん、そうですね。何なんだろうね、本当に。そうですね。いい歌かけますよ、多分。そうそう、いいですよ、ディズニーランドの話歌にしてくれていいですよ。なんかね、気持ちを込めて歌いますから、私は。なんかね、心をね、悪くするね、それね、うん、なんか、切ない気持ちとかじゃないよね、うん、例えばさ、爆風スラムの大きな玉ねぎの下でとか、はい、あれ、武道館ね、そう、あれすごい切ない歌なんだけど、ああいう感じだったら、うん、いや、それは私のネズミランドをちょっと、なんか重ねられるけど、いや、私のネズミランドを明確にするのは堀田さんの役目ですよ。いやでもね、なんかね、ダメですか、このエピソード、ボツですか。多分ね、ドロドロになっちゃう。いろんな人が共感はするんだけど、はい、嫌な気持ちばっかりになるんだと思うんだよね。切ない気持ちとかじゃなくて。本当ですか。だって、並んでて一緒に並んでて、一緒にここ楽しもうと思ったのに、なんかもう並ぶのや、もう疲れたとか嫌だとか言われて、そうですよ、帰られちゃう。それをね、言葉のあやでなんかいい感じに置き換えてもうね、いい感じにしたくないなんか。なんかね、いや、いい思い出ですよ。それがあったからディズニーランドにトランプを持っていけるようになったんですから、私は。なんでトランプ持っていかなきゃいけない。トランプを持っていけるようになったのはその時の思い出があったからなんですよ。トランプを、いや、待ってる間のババ抜き超楽しかったですからね。それちょっといいね、楽しいね。ね、集団で行ったことがないから行ってみたい。実はその、ディズニーランドでみんなでわーって歌った時に、行った時に集団で行ったのに、そうですよね、ですごい楽しみにしてたの。そうですよね、言ってましたもんね。集団でお祭りごとってあんまりないから、うん、すっごく楽しみにしてたんで、うん、ね、実家の母さんが事故りましてですね、その大騒ぎだったんです。電話かかってきて、速攻で実家に帰ったっていうね、ライブ終わった後にね。そうですよね。
だからその後みんなでわーってやってたでしょ、うん、やってました。すごい羨ましかったんだよね。すいません。 あれってクリスマスだったの？いや、クリスマスじゃないですよ。違うんだ。じゃあハロウィン前じゃないですかね。クリスマスの思い出にはならないのかな。じゃあ、じゃあ何だ。誕生日はないですか？誕生日の、あの最悪だった思い出ないんです。いや、だから最悪だったことはいっぱいあるのよ、うん、一番過去最高、本当にいっぱいあるんだけど、過去最高、言えない誕生日とかクリスマスとかの思い出ではないのよ、うん、多分誰よりも、あ、バカみたいな。じゃあその誕生日とかの思い出よ。誕生日とかでそれが重なったことはないってこと？ないんだよ。だから、あ、そう、だから超いいですね。それ以外のところで、だから無難に生活してるからだよ、多分。無難に生活してるって無難に生活してるから、そういうイベント時に何事もなかった、ね、だから、だって明日も明後日も無難、とっても無難だろ。じゃあ逆に過去最高は何ですか？何が？その無難な中で一番これ良かったなっていう過去最高記念日は、記念日というか、あ、イベント、もういいです、いいで、分かりました、分かりました。お正月も入れていいから。お正月も入れていいよ。お正月は僕は一日中笑いの番組見てるのが好きなんで、もう見て楽しいなってなってる感じ。あ、それ過去最高の思い出。最高の思い出ですね。本当ですか？だからもう1年の中でお笑いの番組だけを見続けられるのって元旦だけじゃない？まあそうですね、うん、そうですね。なんかすいません、質問こいつ大丈夫かなって多分思われてるよね。この人思われてます、ね、どんななんだよって。ねえ、ワッキーさんいいこと言ったね。あ、ワッキーはこういうこと言うんだよな。言うんだよね、言うんだよねそうですね。ワッキーはね、心が綺麗なんですよ。そうだな。いやいや、心綺麗であってくださいよ。綺麗な。じゃあもうあれですよ、ふりをしてるこの人ね、あのこんなね、うん、あのすごくいい人のふりしてね、うん、あの世紀末のだけなんだ。受ける、いいじゃん。ミサを言ってるからね。いいじゃないですか。ミサに行くからね、この人。え、ちなみにあの年末ですけど、うん、2015年、はい、振り返ってで2015年でくくってみましょうか。ほう、2015、まあ、平和な毎日を過ごす中で、うん、2015年の一番の思い出なんですか？今年の一番の思い出。そうです。え？なん、今年一番の思い出？ミュウミュウさんからお米もらったことか。ありがとうございます。ありがとうございます。それは一番ですね。それは叶わないですね。はい。いや、いい思い出だよね。いい思い出ですね。お米美味しかったね。新米をいただいた。いい思い出ですよ。以上。いや、そうじゃない？そうですか。いろいろありましたよ。10周年もありましたし。10周年あったね。ありましたよ。10周年。なんかもうすごい昔のことのような感じになっちゃってるんだけど。ですよ。あんなに、なんだろうね。もう、つい最近のことのように思い出せないのは、はい、多分、本当にきつかったからだろうね、準備がね。そう、10周年ですよ。だから、すごくいい思い出に一番にも当たりますけど、うん、この2015年一番大変だったことの1位でもあるんですよね。同時にね。大変だったね。大変でしたね。いや、でもダブルですね、これは。ダブル受賞ですね。あっという間に終わっちゃったんだけれども、いや、いい思い出でした。そうですね。いろんな方に来ていただいたし、いろんな方に会えたし、あと、なんだろう、なんかもうあの大変な目には会いたくないと思ったけど、ほとぼり冷めたらまたやんなきゃなっていう、なんかちょっと使命感みたいなのが、ね、ありますね。なんかそれはある。なんだろう、もうちょっとだから上手にやりたいね。そうですね、効率よくね、うん、それはそうですね。なんかね、俺ね、ダメなんですよ。企画とかにもちろん関わっていきたいんだけど、うん、なんだろう、やんなきゃいけないことがいっぱいある気持ちになっちゃうから、もうね、詰まりすぎちゃうのよ、なんか気持ちが。わかります、わかります。そこをどうにかフォローできないと、自分で、自分でもね、っていうのはちょっとあった。今回それがね、基本的にそうして私たちいろいろ諦められない人間ですからね。そうなんだよね。これやりたいと思ったら絶対にやりますから。
どうなってもなんかね、時間がなかったけどやりきったかな。そうですね、うん、まあ、2015年1万もそうですかね。いや、それでしょ、もうそれに尽きるでしょ。まあ、曲も夏と冬にね、1曲ずつ配信、新曲出しましたけど、ししたね、新曲出したよ、先週ですよ。そうですね、はい、新曲出しましたけど、これね、めちゃめちゃ評判いいんですけど、大丈夫ですかこれ。あ、そう、堀田さんに私一つ言いたいことがあったんですよ、はい、でしょう。昨日の生放送でも一人で怒ってたんですけど、何またあの私自分でダウンロードしたんですよ。まあ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 、今回はね、私がこの番組でね、うん、前に堀田さんはライブのためにね、うん、あの新曲 CD を出すたびにね、うん、あの一個も内容を教えてくれないと、うん、全然マスターをくれないと、うん、で、あの皆さんとだから同じタイミングで私は聞く曲を聴いてるんですよと。すごくいいことだね。そうですね、まあ、いいかちょっとどうか置いといて。ライブもね、皆さんと同じタイミングで堀田さんの新たなアレンジを本番で聴くっていうパターンですよ。そうだったね、あの今回もそうだったかもしれない。そうですよ、もしかして今回もそうです。またやりよったと思いましたけど、そうだったかもしれへん、はい、思いましたけど、今回ね、珍しく送ってくれてたんですよ。マスターだよっつって、あ、結構早い段階で送ってくれてて、っ、ね、うん、おちょっと反省したのかもしれない。そう、なんかちゃんとくれたんだなと思って喜んでたんですよね。うん、でもまあ一応でもやっぱりダウンロードしようかなと思って自分でダウンロードして聞いたんです、うん、アレンジ変わってましたからね。あれと思って、あ、そうかもしれない、やっぱりかと思って。そうなんだ、またアレンジ変わったこと一個教えてくれんか。どこが変わってた。いや、多分ギターの感じだと思います。あ、そうかもしれない、綺麗にギター入っとるやんけと思って。あ、そうなんだね。またね、2015年の最後にまた私、堀田さんに騙されましたよ。いや、でもなんかちょっとワクワクがあった方がいいじゃない。いいです、だからいいです、曲に関してはいいですよ。ライブはやめようか。ライブはね、ライブはちょっと、お疲れ様です、変わってるよとか言っとこうか。まあね、うん、まあほら、いいじゃないですか、そういうのがあった方が、ね、いや、いいですよ、ね、いいですけども、楽しいよね。そうですね、まあね、そんなようなこともありましたよ。あ、でもほら、一つのイベントとして、はい、シャラクがユーストリームからショールームに変わったこと。あ、そうですね、確かに。そうですね、それはそうです、面白いよね、うん、これいいなと思って。うん、それはそうですね、さすが道玄坂カフェさんはいろいろなことをやってるんですよ。確かに確かに。そうです、なんだかんだで月に1回ですけど続けてきましたね、続けられましたから、うん、ありがたいですね。いやちょっとね、あ、なんかね、みんな面白いこといっぱい書いてるよ、うん、アイドルとモデルさんにたくさん会ったこと、いいですね。ポスト TK って誰がいる。あ、ミサに行ったのよくご存知で、俺結構ね、チェックしてるからね。ミサに行ったか行ってないかをチェックしてるからね。ミュウミュウさん、それかいって、お米の、ね、お米ですね、完全。いや、お米ね、ほんと美味しいのよ、うんうん、あのね、今回10キロ送られてきたよね。はいはいはい、栃木の新米はね、そう、栃木の人だからこう分かるでしょ、その新米の良さをね、うん、僕はもうその毎年送られてくる新米を食べて、みみさんでも毎年送ってくれますね。そうなの、ありがたいですよ。今回はだから3倍くらいの量だったのかな。そうです ね、 ね、ありがとうございます。嬉しいね。いや、嬉しいですよ、うん、そうやって私たちは生きてますからね。そう、ミュウミュウさんの送ってくれるお米で私たちは辛うじて生きてます。これね、今のところミュウミュウさんのご飯しか食べてないからね、うん、あの炊けない時はあのバリバリそのまま食ってる。お餅いる。お餅絶対にください。お餅え、すごいよね、僕ら食べ物をもらって生きてるからね。お餅、じゃあちょっとそれ小料理屋で。あ、いいんじゃない、栃木のお餅を。確かに確かに、お裾分けしたらダメですかね。みみさん、ちょっともうぜひ。結構 ね、 いいんじゃない。小料理屋のね、料理弁当月に1回やってるんですけど、結構ね、あれなんですよ。で、1年間栃木の食材をテーマにやったんですけど、そしたらね、栃木のね、農家とかからね、いろいろ送られてくるようになったんですよ。いや、いいね、それはすげえいいことだな。栃木出身の方から、ありがたいですね、実家のどうですかとか、そう、野菜どうですかとか、最高に嬉しいじゃないですか、それ、うん、嬉しいですね。じゃあぜひちょっと、白と豆餅、わー、両方欲しい。でね、あの、お餅のタイミングって、お餅を作るタイミングっていつなの。お正月、うちはの前、うちは12月30日です。
あ、そうなの、うちはね12月30日27日にできる、あ、そうなんですね、イエイイエイ、27日にできるんだって。そしたら僕ね、その分かった、27日にできて28日の忘年会ライブに来ればいい。あ、そうしていただいて、僕は元旦の日にそのお餅を食べる、食べながらお笑いを見る最高仲良しですか、最高、仲良しですからね仲良しですか、めちゃめちゃ仲良しですか、めちゃめちゃ仲良しですから、ね、今年でもあれですね、道玄坂カフェのこのおしゃらくの放送に一緒に来たこと多分12回のうち1回ぐらいでしたね、うん、1回ぐらい来れましたね、うん、何一緒に、一緒にあそこの扉を開けたことは1回ぐらいありました、ね、ああ1回ぐらいあったかもしれない、ね、来年は2回を、本当ですか、あったかな、じゃあ来年はあったかもしれない、今月も仲いいんだ、あ、そう、すごい仲いいんですよ、あの LINE の返事3日ぐらいかかるんで、なるほどめちゃめちゃうまそうですね、いや、やっぱね、文章をね、1行ずつこう大切に読みたい、やめちゃえ LINE なんかやめちゃえ、 LINE をやめた方がいいですねいや、ほんとね、そんな仲が悪くなるんだから LINE なんかやめちゃえ、いや、仲はね、悪くはないよ、仲ね、ね、仲いいですよ、むしろいい方、むしろいいですよ、なんで俺に目を合わせないの、むむむしろいい、まあ、なんでその笑いは、まあ、なんちゃってな笑いじゃないですか、いや、まあね、2015年は電車で隣に座ることを目標にしたいと思います2016年はね、そうだね、隣同士に座って、地方に行くっていうことを目標に、確かにね、仲を深めていこうかな、車両が違うからねなんでそんな、席が違うんじゃなくて車両が違うからね、そうですね、同じ電車に乗ってるんでしょ、ね、それはね、結構ね、偶然にそうなっちゃうんですよ、全てが、一緒に具体取ればいいんじゃない、だあの一緒に、なんか一緒に座ろうみたいな感じにはならない、ならないでも別々に座ろうともならない、ならない、でもなんか自然になんか偶然が重なって別々の席なんです、まあ、明日じゃあ3時に現場ねみたいな、そうなったらあっちからガラガラ弾いてる人歩いてるなみたいなね、うん、以上みたいな、お父さんおざますみたいな、遠くので心で、あ、おはようみたいな感じ で見つけたのに、見つけたのに追っかけないですか、そう、もうその基本的にそのまま何時間も一緒にこう同時に移動、同時にこのまま移動して同じ距離で、そうっていう感じですかね、でもこの前同じホームまで行って、同じホーム行ったのに、うん、帰りだったかな、新幹線で、うん、車両別々になったよね、そうです、それはあの、あ、何だったんだろうね、いや、指定席だったんですよ、あ、別々に指定席取った、それもすごくないですか、新幹線で別々に指定席取るってどういうこっちゃ、なんでそうなったんだろうね、そんなに顔を合わせたくないんですか、いや、そんなことないんですけどね、あ、なんでそうなっちゃうんだろうね、いやで、あ、そういうのも偶然に偶然が重なってそうなった、でも違うんですよ、しかも多分あれ、あの、いただいたですよね、多分彼にマネージャーさんがいない違うんですよ、違うんですよ、それもあの仕事で撮ってくださったんですよ、そうそう、新幹線ちゃんと撮ってもらって、撮ってくれたのに、撮ってくれたのに別々だっていう、仲悪いと思われてる、仲悪いと思われた、仲悪いと思われてる、そういうそんなもんなんですよね、別々の方がいいのかなって気を使われたんですよね、そう、ちゃんとこうそれぞれで、あの、くつろいでお帰りください、そうです、そうです、お越しください、はい、ってなってるってなってる、はい、そういう何ポーズ決めて言ってんですか別々ですよね、かっこつけて言うことじゃないね、お気遣いいただいてね、プライベートはプライベートだからさみたいな、まあ、プライベートがないからね、基本的にどういうことですか、どこのさプライベートはないよね、まあ、ホットさんはプライベート謎ですけど、まあ、お互い様なんだけどね、いや、私そんなことなんですよ、私あの金曜日のとか土曜日の夜中にはその辺に、ね、いるもんね、行ったらその辺で死んでますから、ね、うん、俺もその辺にいるかもしれない、ね、いますよね、ちょっと離れたところでいるんですよ、その辺のちょっとね、いっぱいネオンがチカチカしてしてるところにね、うん、ネオンがチカチカして、ネオンがチカチカして似合わないですね、本当にね、そう、入り口、あの、なんか休憩とか、うん、ステイとか、そうですよ、目が泳いでますけどでも、あの、昨日ね、放送ね、あの、うん、冬の訪れを感じる時みたいな話をしてたんですよ、うんうんうん、そんで、あの、何が起きたら冬が来たなって思います？
例えば、昨日は、あの火事のサイレン音が多くなったりとか、なんだ警察車両が多くなったりすると年末だなとか冬だなって思うみたいな話をしてたんですよ、うん、それ冬の訪れって何で思います？俺はなんか寒くなってきたなダメ。いや、いいんですけど、私考えたんですよ、うん、冬の訪れって何かなって考えたんですね。で、そしたら、堀田さんの、ここが、開かなくなったら冬って思いました。あ、そう。とか、こうしてたりとか、で、ジャケットになったら。そうなの。あの、今年冬だなって思いました。今年特にちょっと暖かかったじゃない。うん、あの僕の中の冬の訪れがちょっと遅かったのよ。はいはいはい、そうですね。12月の中旬までコートを着なかったの。そうですね、そうですね。普通のなんかジャケットぐらいに薄手のジャケットを着てたんだけど、最近、ここ最近、うん、先週ぐらいにやっと初めてコートみたいなのを着たの、うん、はいはいはい。なんかそう、じゃあ自分もそうだわやっぱ。まあ、いや違う、それは普通ですよ。それはね、寒くなって着るのはそうだけど、うん、何かそのきっかけって何かなって思ったら、私は堀田さんがあのカシミヤのマフラーをしだしたら冬だなって思います。あ、なるほどね。ここにカシミヤのマフラーが追加されたと、追加された時にはもう真冬だなって思うと思います。なるほどね。きっかけね、うん、堀田さんのマフラー、冬の訪れあるのよ。なんかね、ツバメさんが、うん、来たら春の訪れ、うん、だからね、言いますよね。堀田さんがカシミヤのマフラーを取ったら春の訪れですね。で、ツバメさんが早くちょっといつもより来ちゃって、うん、で、あ、春が来たんだって言って自分が持ってる、うん、あのなんかこうコートとかを、うん、なんかね、売っちゃって、で、寒い思いをして、うん、なんか悲しい、そういう悲しいお話なかったっけ？わかんないです、わかんないです、わかんないです。何の話ですか？なんかそういう、なんか童話かなんかあったような気がするんだけど、あったかな。なんかそういううっかりがありますか？ないように気をつけないといけないね。あ、随所さん、お久しぶりです。あー、すごい、ありがたいですね、来ていただいて。今日はね、栃木の方は結構多いですね。多いんでね、嬉しいね、うん。それで、あんなに栃木に行ってたのに、最近栃木に行ってないので。そうなんですよ、呼んでください。そう、呼んでほしいのと、こっちも企画しなきゃいけないんだけど。そうですね、あの今年は前半多かったけど、後半が。そうですね、都内ばっかりになりましたね。そう、栃木が少なくてちょっと寂しかったな、逆に。あんなに行ってたのにね、毎週ぐらいの感じだったんだけどね。だから来年はちょっとまた。そうですね、増やせたらと思います。栃木ね、はい、ワッキーさん呼んでください。よろしくお願いします。そうだよ、ワッキーさん。ワッキーさんね。すぐ行くよ、うちらなんて。ミサとかは大丈夫なので、それはそれで。うん、行きます、益子与一も行きます、行きます。ね、そう。あ、宮の餅をお土産にします。宮の餅はね、美味しいんで、ね、牛皮みたいな。僕ね、牛皮が好きなんですよ。うん、わかります。牛皮ってね、牛皮だけでは売ってない。うん、でも宮の餅はね、宮の餅、牛皮に近い、ね、そう、それだけで売ってますから。牛皮だけをどっかに売ってたらぜひ教えてほしいね。ぜひぜひ。そうですね、ちょっと栃木もまた行きたいですね。ああ、益子与一だっけ、与一、はい、与一ね、あれもお世話になってます。ありがとうございます。そうですね、今年も参加できましたね、益子与一ね。ありがとうございます。ぜひぜひ来年も行きたいですけどね。女川町新商店街オープンでニュースで。あ、そうですよ、23日でした。あ、なんだっけ、今日だ、今日でした。あの長間の駅前に商店街ができたんです。やっと4年かかって。そうなのか。そうなんです。こう、なんていうの、再生されたってことなのか。そうです。で、あのすっごい綺麗なロードができてですね、で、まあ、まだちょっと間に合わなくて、やっぱ店舗もね、うん、全部入れるわけじゃないので、うんうん、全部はやっぱり埋まってないんですけど、今日一応オープンということでオープンしています。はい、そうでしたか。で、女川も今年は私、あれでした、うん、企画されてる日程は全部参加できたので、来年もちょっとね、来年は毎月。いや、今2ヶ月に1度。2ヶ月に1度ぐらい。そうです、はいはい、向こうのおじいちゃんおばあちゃんにね、お歌を教えに行って、うん、まあ、歌を教えるというよりかは一緒に歌って声を出して元気になって
行こうぜっていうストレス発散しようぜイエイみたいな企画なんですけど、そうですね、だから来年もちょっとそういう活動も入れながら、うん、まあ、なんだろうな、やっぱね、あの月日が経ってそういうね活動とかそういう試みっていうのが減っちゃうんですけど、うん、どうしても、まあね、それは逆にそれはいいことだから、そうです、そうです、うん、で、まあ、なんですけど、うんうん、私たちが楽しみに行ってるので、まあね、あの女川のおじいちゃんおばあちゃんに会うことを、うん、2ヶ月に一度の楽しみに私たちは、うん、あの行って、お腹のおいしいものを食べて、うん、やってるので、その女川の変わっていくね、その商店街ができたりとかを見に行くのが超楽しみなので、うん、来年もそれはちょっと引き続きやって、そうだね、行こうかなと思ってる、まあ、あの続けることが大事だと思います、うんうん、で、ね、そんなにあの無理にね、必要とされてないのに言ってもね、うん、だそういうこともあるから、そうです、難しいけど、でもそうだからそれも、ね、やれることは、ね、やっていきたい、あれなんですよ、うん、あのぶっちゃけそれの、うん、ね、まあ、そう思われてないのに言ってもっていうのがあったんで、うん、まあ、県じゃないや、長川町と、うん、の、 あの方とお話をしていただいて、うん、したらですね、うん、あのぜひ、うん、ちょっと来年も来ていただけないですかっていうふうなお話をしていただいたので、うん、うん、行きます行きますって言って。あの来年度もね、ちょっと行けるように、ね、行けるようにとか行きますので、それはもう行ってください。はい。お休みいただきます。お暇をいただきます。ね、はい、ね。なんで、まあ、懐かしいね、あの小屋もね。通ったんですこの前。あそこ通ったんだ。通ったんです。あの結構奥地まで行くってなって。山のね奥に。そうそうそう。うん、あれ私ここ知ってると思って。うん、初めてね堀田さんと。あのみんなでボランティア行ったところを、あれは直後ぐらいだもん ね、 もうね、そうですそうです、あの原発のね、うん、ところだったんですけど、そう、あのすごい、ね、すごいのがそう、もう本当に女川原発の真横でお仕事したんだもんね、はい、そうでした、すごい不思議な気持ちだよね、あのでもね、あの当時できてた仮設もほとんどもう、うん、あの、うん、で出られてて皆さん、そうなの、今あと 3世帯かな残ってますけど、うん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 、あとはもう移動されてました。感じでしたね。まあいろいろあるみたいで大変なんだけど、大変みたいなんだけどね、その仮設もなんかね期間が決まってたりとかするみたいだから、いろいろ大変だと思うんだけど、はい、まあそこはもう、うん、あの現その地元のね人たちがうまくやってくれていることを、ね、うん、祈るしかないですけどね。はい、そうですね。うん、来年栃木にも行きます。絶対行きたい行きたい行きたい。ね、クリスマスをね、今年は悩んだんですけどね、そうなんだよね、ちょっとできなかったので、うん、来年はまたクリスマスとかもそうだね、みんなでバチャバチャ栃木でもできたらいいななんて思ってます、うん、今年は、12月の最初のイベントで、あ、そうですね、済ませた感じだったのかな、はい、そんな感じだったんですけどね、で、28日に実は、うん、非公開だったんですけど、うん、あのライブ、うん、結構皆さん呼んで大丈夫なって、いや、あのね、公開になりました、おお素晴らしい、予約なしで、うん、普通に、はいはいはい、入場制、入場料、うん、2000円かな、うん、いくら2000円くらいかな、分かんないけど、うん、多分2000円だか3000円だから飲み放題でいい、うん、ああそう、飲み放題でいけちゃう、多分、確かにぜひぜひいらしていただいて、そうなんだった気がします、そしたらで、まあ後で詳細、うん、ホームページアップして、そうだね、そうしよう、そうしよう、で、誰でも来れるようになったので、12月、今月28日、はい、8日月曜日、そうなんですよ、平日なんですけどね、うん、まあほら、もう時期的にはね、お休み入ってる方はぜひ、うん、で、一応あれです、うん、アイヌスが真ん中ので、真ん中にしてって言ったんで7時半ぐらいかな、7時半違う、7時半、もっと遅いな、7時半、8時、まあそれぐらいです、じゃあ、どれくらい時間、ね、うん、一応15分とはなってるんですけど、うん、ちょっと一つあるサプライズがあるので、はい、ちょっとそれは後でご相談します、ほとんど。サプライズで思い出しましたけど、あれどうなりました？え？皆さんへのサプライズどうなりました？あ、そうだね。あ、一応ちょっとさっきの話は、新宿のドリームストアっていう、はい、歌舞伎町の中にある、バー。まあ、イベント会場ですかね、うん、ライブハウスではありますけど、ね、ちょっと検討しておいてください。ね、会える機会がもう一回増えた。明日ぐらいの話、はい、明日、はい、明後日ぐらいに。アイヌスさんのクリスマスプレゼントを。そうなんです。なんだ、今年の
3月16日だっけにやった、はい、あそうですよ、うん、10周年記念の、ライブ映像とあとスタジオ音源を掛け合わせた、ミュージックビデオができましてで、その映像をですねもう YouTube で公開しちゃおうってことで明日、はい、配信されます、うん、配信させていただきます、公開させていただきます。曲数3いっちゃおう、3だって3だってとかって3曲はい、はい、ミュージックビデオで、まあ、一応ちょっといろいろな、まあ、その3月のね映像といろいろなちょっと映像も含めてで音は綺麗なスタジオ音源使ってるのでとても見やすくて、はい、うん、ぜひ見ていただいて拡散してください。で、そうで曲も選曲した曲もちょっと今回嬉しいのがちょっと僕たちが一番大事にしてきた、まあ、アイノスを始めるきっかけになった曲で今まで映像化とかはされてないんですよね。ないですね。なのでちょっとぜひこれはもう原点の曲なので、はい、それも含め、そう、それも含めて含めた3曲さらにそうありますので前回の新曲を、うん、なんていう感じでぜひぜひ見ていただきたいと思います。で、合わせてこれの PR 動画も配信してます。はい、ホットライフディストリビューションの、はい、そこから配信します。もちろんですよ。ああ、曲によって違います。あら、そうなんだ。うん、なので、で、まあ、こっちの方はそのホットライフディストリビューションの、うん、こっちの方じゃないけどね。これ違うの？これはないもん。新曲じゃないから、ね。違う。はい。PR 動画はもちろん、ホットライフディストリビューションから、はい、それもちょっとね、拡散してほしいです、はい。チャンネル登録もぜひしていただいて。ぜひぜひ。はい、で、今日ね、その堀田さんのレーベルから2曲また、そうなんです。追加で配信されてますので、はい、ぜひチャンネル登録していただいて、見てください、はい。関わってる素敵なアーティストさんたちが、はい、どんどん続々と出てくる予定なので。うん、ぜひぜひ。で僕たちは一応中心になってね盛り上げていきたいなと思ってます、はい、過去の PR 動画も見れるんですかね、私たちのそのチャンネル登録したら見れる。そう、ちょっとこれから整理をしていくので、はい、まあ、うん、アップされていくってことですね。そうじゃあぜひチャンネル登録、 YouTube の方ですね、よろしくお願いします。チャンネル登録していただいて、そしてここの道玄坂 TV もチャンネル登録していただいて、はい、そうだ、結構ね、この番組の、はい、番組が過去の番組を見れちゃうっていう。そうなんですよ。ちょっとね、あ、これ上がってんだみたいな感じになっててちょっと面白いんで、ぜひ、はい、ぜひぜひいろいろ出てきますので、はい、見てください、はい、みたいな感じでね、はい、2015年も終わりですけれども、終わっちゃうのね、今年も終わっちゃうのですよ。終わっちゃうのですよ、はい、なんですけれどもね、まあ来年はね、うん、同じ車両に乗れる機会がいっぱい増えたらいいなと、そうだね思っておりますよ、まあ、その機会を ね、まあ、ライブとかね、いろんなところ行けたらいいなっていうふうに思ってますので。だから貴重なんだよ、一緒にこうやって撮ったやつとかあったよね、前ね。ありましたね。あれ貴重じゃない、すごく貴重ですね。ああいうの大事にしないとね、ああいう写真をねああいうの大事にしとくね。そうですね、それはそうですね、はい、中原さんが風邪ひかないように気をつけてください。やだ、ありがとうございます、優しい、ね、危ない時あったんだよ、何度もそれを乗り越えて風邪をこじらさずに、はい、なんとかやってまいりましたけど、やってまいりましたよ皆さんということで、じゃあ、あれですね、お知らせとしては先週配信されましたこちらの、はい、テテレンフインターナイト、これね、ぜひちょっとね、なんかいい感じですよ今の時期にぜひ聴いていただきたいので、あえてそのクリスマスの時期よりも早めに配信をさせていただいたんですけど、本当にこうなんか今の時期聴いてほしい歌でございます、はい、ぜひぜひダウンロードしてください。 iTunes とかですね、レコチョク、ミュージックドット JP、Amazon、モーラなどなど、メジャーどころは全部配信してますので、はい、調べていただいて、はい、ダウンロードしていただいて
していただいて、皆さんの年末のボーナスの200円を私たちにください。そしてぜひそうしてください。ぜひ、はい、ぜひそのボーナスから200円だけ。そうなんです。そのうちの数パーセントでしか僕たちのところに来ないんですけど、200円だ。はい、それでやっとチョコが買えるかもしれない。うん、やったぜ。チロルチョコだって、はい、ということで。チロルチョコ。はい、そちらとあと、追加でライブ公開になりましたので、12月28日、新宿のドリームストア、うん、忘年会イベントなんでわっちゃわちゃしてると思いますけど、いろんな人に来てほしいな。そしたら一緒にわちゃわちゃしてます、うん、私は確実にね、はい、わちゃわちゃしたいね。その辺で、なんだろうな、渋谷のその辺にいる感じで私も多分いると思いますので、その後とかは何にも知らないです。なんかね、しないのかね。そうなんですかね。ね、なんかわーってやりたいね。分からないですけど、まあ乾杯しつつね、ね、ライブ楽しみつつ、はい、来ていただいたらと思います。長い時間になるのかな、その日は。どうでしょうね。ね、わーいわーいできそうな感じなので。はい。来てください。あとそんなもんですかね、お知らせ的には。まあ、あと、ブログとかホームページとか。うん、はい、あ、取れちゃった、さっき。なんか取れちゃった。これね。ブログとか、あ、止めてからね。ブログとかホームページとかも言ってますので。何？リュウさん、プレゼント。リュウさんにプレゼント渡してね。なんだろう。ああ、なんかね、届けていただいたそうで、ありがとうございます。楽しみ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで、今年も締めますか。嫌なんですか。どういうことですか。いや、本当に今年は、またいろいろと皆さんにお世話になりまして、はい、道玄坂 TV さんにもお世話になりまして、道玄坂カフェに皆さんも足を運んでいただいて、はい、ぜひとも、時田さんいつもありがとうございます。どうしますか、ありがとうございます。本当にお世話になっております。はい、ということで、はい、じゃあタイトルコールで締めますかね。締めますかね。大丈夫、なんか忘れ物ない、忘れることない、今年1年。あ、次回の放送は、はい、この後決めまーす。ツイッターでつぶやきまーす、はい。ありがとうございます。以上です。はい、じゃあ皆様、良いお年を、28日会える方はぜひお会いしたいと思いますけど。ぜひ、ぜひ会いましょう。良いお年を過ごしていただいて、2016年も愛の相当よろしくお願いいたします。お願いします。では、締めますよ。はい。はい、それでは皆様、遅い時間までありがとうございました。愛のスノー、おしゃらくして、ウィーゴー。ありがとうございました。